はい、皆さんこんにちは。今日もサブシステンスやっていきたいと思います。前回ですね、結構でっかいハンターの拠点を見つけましたね。第4ですかね。3つが拠点持ちで1つが放浪している裸の、ハンターとなります。今日も一生懸命ですね、素材の方を集めていきましょうか。前回いろいろと弾とかも使いましたので大丈夫かな。ショットガンの弾とかありますね。 あとあれか、ピッケルの方が壊れてなくなりましたので、こちらピッケルの方を持っていきましょう。やっぱり燃料も補充していかないとダメですね。薪の方はあるので OK。 食べ物はちょっとオレンジ色ですが、まあこのままいきましょうか。はい、ということで、まずは、木を取りながら、木を取りながら、品物の方を集めましょうか。ちょうど箱が2つ見えてますね。あと鳥さんもいるので、鶏も取りたい。さあ、来てくれた。よいしょ。さあ、こちらで鳥はゲットですね。変だな。ハンターがどっち向きだ、西ですね。西側に2組いるのでちょっと危険なので、まあ西はやめて今日は東側の方に向かっていきましょうか。まあ、第2ハンターの方ですね。よいしょ。これで、お、箱2つつながってるな。これかなりありがたい。クマさんとか狼いますからね。よし、これで釘、玉ですね。よいしょ。さあ、こちらの方は何が入ってる？釘、よし。釘、かなりありがたいですね。そして、なんだこれは、ブルーベリーか。あ、そしてもう一個箱があります。先にちょっと取るか。あ、鉱石の銅もありますね。よし、今日はなんかいっぱいあるな。出だしからかなりいい感じですね。うさぎさんもいた。うさぎさんいる。さあ、狙っていこう。動いてるね。よいしょ。あ、外した。やばい、外しちゃった。さあ、ちょっと外しました。矢の方は回収したいけど、ないかな？矢の方なくなりましたね。代わりに鉄くずあったので、よしとしましょう。では、銅の鉱石を取りに行きます。ああ、ちょっと待てよ。箱あるけど、クマさんいるな。あ、それとですね、そろそろ剣の方が欲しいんですが、剣がどうやってちょっと取れるか分かりません。動物のところ今倒してないのは角がでっかい鹿さんだけなので、そちらの方を倒すとひょっとしたら剣の方がもらえるのかなと思っています。よいしょ。ここ大丈夫かな。怖い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 。クマさん来た、クマさん来た。ダメだダメだ、これ取れないわ。クマさん来ちゃったよ。あー、クマさんいるわ。こちらの方鉱石取ろうと思いましたが、動物いっぱいいますので諦めましょう。ということで、東側に向かう。あ、あっちにある、ある。イエーイ。よし、こちらの方の鉱石取っていきましょう。これが何？鉄かな？タリウムか。タリウムと鉄、ちょっと見分けがまだつきません。よいしょ、箱の方もありますね。さあ、この箱って一体誰が置いていくんだろう。ちょっとありますね。よいしょ。あと問題はこういう箱とかもハンターが回収してるかどうかですよね。AI っぽいので、こちらと同じような感じで進んでいるんであれば、ひょっとしたら箱も回収されていると思います。よしよし。あ、ここに鶏さんがいたと。よいしょ。はい、これで OK。いや、箱が今日は多いな。春になって箱増えましたかね。よし、箱拾っていく。あんまりこのまままっすぐ行くと、第2ハンターの方行っちゃいますからね。あとは、どっかにあるかな。鉱石。鉱石としては、できれば鉄が欲しいところですね。現在4月ですけど、この雪山付近に来ても、かなりまだ、気温の方はありますね。8度なので、そこまで低くはありません。よいしょ。よし、鳥もゲットですね。よし、食べ物も取れて大丈夫です。さあ、箱の方は、やっぱり山の方はちょっと少ないのかな。何も見つかりませんね。上から見た方は結構物は見つけやすいんですけど、こちらありません。
マップは今初めてのところにちょっと入ってきましたね。昔死んで飛ばされた時にこちらに少し飛んできたぐらいで、あとはここは活動していません。さあ、ここらにはタコもないですね。よし、ない時は少し木を切っていきましょうか。木も必要ですからね。板とか作らないといけないし。よし、これで OK。さあ、どうだろう。この山みたいなのにはないかな。鉱石とかあると嬉しいんですけどね。鉱石全然ないな。さあ、登っていく。よいしょ。あ、箱はあったけど、鉱石はないですね。よしよし。まあ、箱はかなりありがたい。さあ、釘とかブルーベリーですね。ブルーベリー食べてしまおう。リンゴもちょっと食べてしまうか。タンパク質がちょっと足りないけど、大丈夫そうかな。さあ、狼さん。いや、角生えた、鹿さんはなかなか見、え、なんかいる？やばいやばい、なんか音が聞こえるぞ。ちょっとやばいやばいやばい。なんだ？なんかいた？なんかいましたかね。なんかが泣いたような音がしましたが、気のせいですか。もしくは、あ、いた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 。こいつはなんだ？こんなやつ初めて見るけどな。HP180 あるぞ、レベル1で。やばい、新しい動物だ。危なかった。見逃してましたね。危うく死ぬところだった。まだ知らない動物がいるんだ。そういう感じなんですね。今回はなかなかアイテムの方を順調に取れてますね。おお、そしてここに鉱石が2つもなってる。よし。まず手前は取れますが、この1個上は取れるのかな。よいしょ、ジャンプして近づいて取りましょう。よしよし、これで、あ、これカリウムか。鉄かと思ったのにな。鉄だとかなり嬉しいですね。拠点の方、早いところ全面的に金属にしたい。いや、そして箱も見つかってますね。よしよし、箱もゲット。いやー、いいね。今日はたくさん見つかっています。よし。一旦ですね、これ荷物置きにです。帰ってみましょう。さあ、戻っていく最中なんですけど、ハンターが攻めてきましたね。いや、もうこれどうすることもできないからな。留守中に来られるとかなり困りますね。第何番目のハンターが来てるのかもちょっとわかりませんので、まあちょっと見、あれ、嘘、もう一個？二部隊来た。二部隊のハンターが来てしまいましたね。いや、困ったな。これ破壊されてない？というか、ハンター同士で少し戦ってほしいですね。もし違うのであれば、まあ、二人一緒な拠点でもいいんじゃないかと思いますが、やばいな。さあ、とりあえず拠点に向かって戻りましょうか。二部隊来てますので、まあ、今行っても勝てないかな。さあ、その前に、まあ、たどり着いた頃には、もう拠点からいない可能性もありますしね。では帰りましょう。さあ、拠点近くまで来ましたね。あれ、ひょっとして奥の方に微妙になんか泳いでるようなのが2人見えますが、それがハンターなのかな。あっちの方角だとでっかい拠点のハンターなのかもしれませんね。あと1部隊いたと思うんですが、どうだろう。あ、いる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 。やばいな、なんかいるな。第一拠点と、ひょっとしたら、でっかい拠点のハンターが来たのかもしれません。いや、どっか壊れてるかな。よし。とりあえず、まあ、逃げていったので、どうすることもこっちはできませんね。よし、中からちょっと、ああ、撃たれてるね。矢が、矢がめっちゃ、ああ、嘘、まだ効いてるの？危ない危ない危ない。そんな、待って待って。嘘だ。3部隊また来るの？やばい、これどうしよう。まずは、銃で、どっちどっち、後ろか。後ろから来てますね。うわ、マジか。どうなってんだよ、もう。どこからどこからどこから来てるの？全然、あ、なんか危ない危ない危ない。ここにも窓つけるべきだな。全然見えない。ここですよね、この、なんか、あ、いるいる、泳いでるわ。お前か。投げんな。よいしょ。よいしょ。さあ、1体は倒しましたね。
なんてことだ、ボロボロにされてる。もう一匹いたよね。よいしょよいしょ。こっからは弓でなんとかなるかな。ショットガン、よいしょ、当たったかな。よいしょ、外れた。よいしょ、当たらない。もう一匹倒したい。くそー、逃がした、逃がしたぞ。まだわからん。よいしょ、ダメかな。あ、撃ってきた撃ってきた。よし、倒したぞ。なんとか倒しましたね。よし、これで2体とりあえず倒しました。よし、アイテム漁ってこよう。いやー、まさかの攻撃ですね。2部隊は確か2回出たので来たと思うんですけど、3部隊目も来たのかもしれません。よし、とりあえずアイテムゲット。もう1人どこだ？あんな浮きながら攻撃してくるんですね。どっかわかりません。いや、ちょっと待って待って。せっかく倒したのに、弾結構使ったのに。いないぞ。そして、体力も結構食らいました。あったあった。あれか。これか？これだよね。よし、あったあったあった。さあ、アイテムもらいましょう。よいしょ。ちょっと鉱石と昆布とかか。まあ、ライフルの弾があっただけマシですね。さあ、拠点の方に戻りましょう。さあ、なんとか拠点の方には帰ってこれましたね。まずは食べ物からかな。今日取った食べ物を焼いていきましょう。さあ、アイテムはこんな感じでもらえましたね。結構もらえたかな。石類が結構、あと歯車か。銃の方は、まあ、ライフル弾はマイナス5とかですかね。そこまでなんかいいものをもらったような感じはしません。よし、鉱石の方は突っ込んでおきましょうか。これが鉄鉱石、亜鉛ですね。そしてカリウム、銅と。あんまり良い感じではないですね。よいしょ。では、お肉をちょっと食べながら、修復の方もしましょうか。タンパク質がとりあえずありません。よし。さあ、お前、いらないものはとりあえず一度置いて、そっからまた見てみましょうか。さあ、冷蔵庫の方がひょっとしたら止まっていたのかな。食べ物が腐ってましたね。そんなことは今までなかったんですが、また腐った。何が腐ったんだ？少しずつ腐るのかな。あ、オンになってない。冷蔵庫の電源が切れてましたね。いや、失敗しました。さあ、鶏肉の方は大丈夫。いや、危ないな。ちょっと冷蔵庫、電気が一回切れたのかもしれませんね。そしては、これでお肉の方はしっかりと食べましたので、修理の方していきましょうか。まず木材。今回、釘がめちゃくちゃ見つかりましたので、釘の方、ありがたいですね。さあ、どこだ？まずは、こっちです。危ない！ここ壊れそうになってる。さあ、この、魚釣り通路ですね。こちらの方が少し壊れそうになってます。あ、ここもだな。海の方から撃たれてるんだよな。さあ、こっちの天井もちょっと見ていきましょう。あ、天井も壊れてる。なんだよ、これ。すごい壊れてるな。この天井は何だろう？どうやって壊してるんだ？さあ、壁の方は、あ、ここもか。さあ、壊れてますね。まずこれで最後のやつですよね。きっとこれをやっていったのは。最後のやつがやっていったと思うんですが、これ取ってきたの全部なくなりそう。さあ、問題はあとこちら側からですよね。ここも壊されてる。鉄のところはまだ修理いいかな。でも結構壊れてますね。500ぐらい減ってますので、結構攻撃されたな。さあ、びっくりした。こちら、道具が壊れましたね。壊れた時の爆発音がびっくりしました。あとは大丈夫かな。やっぱり、あれか。第一とでっかい拠点から来たのかもしれませんね。よし、ここも大丈夫。大丈夫そうですね。よいしょ。天井もここ危なくなってる。よいしょ。さあ、せっかく今日は釘をいっぱい取ってきたんですが、
全部なくなり感じかな。ドアも壊れてるということで、よし、こんなもんですね。はあ、いやー大変ですね。今日もたくさんハンターが来ました。なんとか2人は倒したんですけど、まだまだ油断はできませんね。はい、ということで今日はこれぐらいで終わって、また次回この続きやっていきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。